タタラっていうのは石膏型を掘るんですけど、まあ、一般的にその回転体でガーってこう綺麗に掘る方もいらっしゃるんですけど、僕はもうたとえシンメトリーの新鋭のものでも全部のみで一本で掘っていくんですよ。タタラだと楕円も四角も自在にできるんですそうよ。ですね。ろくろだと回転体しか基本できないので、まあ回転体で作ってちょっと歪めることぐらいはできるんですけど、まあタタラの自由度っていうのはとても好きだし、あと手が濡れてる状態っていうのがなんか生理的にあまり好きじゃない。でタタラはある程度乾燥させて使うので、それでこうくっつけたり離したり、なんかこう工作してるっていう感じがすごく好きなんですよね。もうそもそも同じものをたくさん作る理由が僕にはないというか、もともと合理的な技術なので、ろくろというのは。で、まあやってきたことが彫刻であったし、もう石膏型を彫るっていうのは大好きなので、でも自分の学んできたことや得意としている技術を生かす方法ないかなと思った時に、このタタラっていうのが一番身近だったんですよね。で、まあ、その掘ってる時の感触がすごく好きなんですよね。こうサクサクサクっていう、あの感じが好きなのと、その掘った微妙な揺らぎみたいなものが粘土の板を当てた時、型から抜いてその粘土にそれが乗り移ってるので、焼き上がった時にそれが微妙な揺らぎになって出てきたりとか。茶道だけでも400年以上かけて熟そうで成すしてきね。たものだし、焼き物も縄文時代から入れれば2000年以上もあるわけだし、それを自分のものに昇華してさらに新しいものを作るっていうのはそんな簡単じゃないなと、まあ、そう思いつつも、でも実直にそれにずっと向き合ってきて、まあ、人間としてうんぬんっていうよりは、まあ、やっぱりもうイコールもう作家活動とそのギャラリー活動、それがもう僕の人生の全てなので、そこに注力していきたいということと、後世につないでいきたい、どうやったらこの文化がちゃんと残っていくか、それの、まあ、システムというか、それを構築していけたらなっていう。